ランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。7月21日に本部は福岡にある顔、顎、口の中のがん患者の会、笑顔の会の関東支部が立ち上がりました。今月はその記念ということもあり、若くして舌がんになり、すっかり落ち込んでいた時期もありましたが、あれから12年、今は超元気で超愉快で超かっこいい瀬戸っちさんをご紹介します。さあ、今週はどんなお話になるでしょうね。はい、今週第3回目はがんと真っ向勝負のコーナーです。はい、瀬戸っち、どうもどうもどうもまたどうもですよ。はい、それではですね、はい、真っ向勝負といきたいんですけれども、はい、いよいよちょっとまた一番大変な時をお話ししていただっちゃおうかなと思いますが。そうですね、はい、まあ、一番大変な時っていうと、僕の中では、まあ、治療中っていうのと、うん、治療後が2つ大きくありますね、うんうん、そうですね、2つに分けて、はい、そしたらどちらも真っ向勝負ですもんね、そうですね。とその、舌がんの、手術っていうと、はい、舌を切るということですよね。そうですね、うん、瀬戸っちは舌だけではなかったんですか？僕は舌の3分の2を切除で、桃から桃の筋肉を再建するために、はいはい、再建術っていうのを受けまして、はい、それにリンパ節転移もしていたので、リンパ節覚醒っていうのを受けました。左半分の、はあ、それプラス他にも筋浸潤とかをしていたので、その首筋の筋肉である骨鎖乳突筋とか、はあ、難しい、うん、あと外形静脈とか、周辺の筋肉も覚醒してます。予防的覚醒といって、あ、はい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 、だから左の首だけやたら細いという状態ですね。ああ、うん、なるほどね。がんってそこが厄介なんですよ ね。 そうですね。もしかしたら転移をしているかもしれないということで、私なんかもこの頭を全部開けて、そうですね、スポーンと取られて、スポーンとこんにちは、はい、そうですこんにちはって感じでなくなっちゃったんですけど、はい、でもそうしないとやっぱりね、不安もありますし。そうですね、うん、ですよね。舌がん自体そんなに全体数がないうん、ので、標準的治療っていうのも、はっきりと、はい、この10、僕が病気をしてからこうずっと見てても、うん、標準治療っていうのは、他の、肺がんとか比べるとやっぱはっきりしてないっていうのは一つあると思うんですよね。今最新の治療を受けている方もやっぱそれはそれで僕はいいと思うし、僕自体舌を切って大変な苦労をしているので、それで完治できるのがそれに越したことはないと思っているんですけども、僕自体喋ること歌うこととかにこだわりがあったんで、やっぱ聞いたくないってずっと騒いでたんですよね。はいはいはい、はい、そうよね。で、僕は手術の前に術前照射と抗がん剤治療両方やってるんで、放射線治療と抗がん剤治療でやってるんで、はいはい、大体半年ぐらい入院していたんですよね。うわー、半年長いですね。はい、そうそうそう、あるのね、手術のする前に、はい、術前治療っていう、はいはいはい、で、それで僕の場合すごく抗がん剤が効いて、腫瘍部分がシュッても完全に腫れが収まったんですよね、もう見かけ上は。
あ、見かけ上はね、見かけ上は収まったからこのままいけるんじゃないか、うんうん、もともと2クールだった予定を、うん、あの教授に無理を言って3クール3クール目をやったんですね、うんうん、それでまあまあ変わり映えしなかったし、まあ切らないととりあえず細胞死のしながら、うんうん、まあ半分は切るっていう話になって、まあ最終的には受け入れて、まあ治療を受けたんですね。うん、手術ですね。うん、手術ね。はい。そうか。まあね。そうするともうそれもやりフルコースで全部やりで半年間。はい、そうです。骨髄抑制とかももろ受けて、あのなんですか、あの白血病とかに入る、あの無菌室とかにも入りました。え、ほんと、はい、すごいね、そういうか、そうなるんですね、はい、まあ若かったんで強い治療を受けられたっていう。ああ、そうか、はい、進行も早かったりしちゃうけど、でもやっぱり体力もあるし、体力も、はい、そうだね、治療も結構しっかり受けることもできるよね、はい、そうですね、あ、そうかそうかそうか、それでまあ一応じゃあそういう大変なね手術を全部受けて退院しました。はい、それでその後がどうなったんですか。そうですね、退院後はまあ、うん、まあ、全然喋れないっていう状態ですね。それきついですね。そうですね、まあ、それだけでもかなりきつかったんですよ。もう、まあ、もう喋るってことってすごく、うん、あの大事で。わかる。あの、まあ、喋ることもそうなんですけど、あのすごくなんていうんですか、メンタルにも影響するし。だと思いますよ。特にね、まああの私みたいなおしゃべりな人だったら大変ですよ。そうです、僕もおしゃべりなんですけど全然おしゃべりたくないっていう時期がかなり長い間あった。 1年間ぐらい、もう喋りたくもないし、もう外にも出たくないしっていう、やっぱりね、あの、それは気持ちがわかる、本当に、だけど今があるわけだから、それはどういうふうに、そうですね、だけどその時に、はい、前ちょっと伺ったのなんかすごく痛かったりなんかしたんですね。そうですね、あの手術の後遺症で三叉神経痛っていうのを患いまして。三叉神経って顔でしたっけ。そうですね、顔面神経のところにある、まあ、まあ、太い神経がこう三つ股にこう分かれているので三叉神経っていう。あ、そうかそうか。まあ、僕の場合舌下腺とかは予防的に、うん、左半分を取ってるんですけども、うん、あの耳下腺が残ってまして、うん、それが手術とまあ治療の影響でその三叉神経を圧迫して、その誘発源としてその三叉神経痛が起きてると。あら、痛いんだそれ。はい、だからその誘発源が、まあ、よだれが出るって唾液が出るってことなんで、はい、まあ、酸っぱいものを見たりとかすると、もうレモンの香りとか、梅干し見ちゃうと、もう20秒間ぐらいもう何も考えられないぐらい頭の奥の方が痛んで、もう頭真っ白になるんですよ。痛くて痛くて、あら、かわいそう。だからもう虫歯の痛いのもう100倍ぐらい痛いです。ああ、痛いそれがこう20秒間ぐらいぐーっとこう来て、それがこう、まあ、4、5年やっぱずっとあったんですね。まあ、薬を飲めば緩和できるんですけど、その薬っていうのは結構頭がもやーっとしちゃうんですね。ああ、なんか言いますね、そういうふうにね。あの、こう、雲がかかって、頭のぼーっとしちゃう、自分の頭の回転が鈍るっていうのが嫌だったんで、結局薬飲まないで我慢してた。あら、だけどそんなもう我慢できる痛みじゃないですか、それ。そうですね、だから僕もともと痛いのに強いんですよね割と慣れちゃうのかな。慣れちゃうっていうか、痛みには多分根性で耐えられるんですけど、あの根性、抗がん剤とかの気持ち悪さはもう全然もう我慢できない。ああ、そうか、
なるほどね、うん、私もでも聞いたことある。痛みって割とすごく個人差があるって。そうですよね、うん、いう話は聞いたことありますけど。でもこれはすごいわ。いや僕ももともと痛いの嫌ですけど、なんか痛いのいっぱい痛い思いをしてると慣れてきちゃうんですよね。あ、もうだね、またかっていう。またそうだね、あ、またこれだみたいな、そんな感じの。いやいやいや、いいなその話、うん、そう。でもそれも治ったんですよね。そうですね、まあ今でもたまに誘発されることはあるんですけど、あのまあその酸っぱいものを見て、あのよだれが出るっていうのは条件反射じゃないですか。そうよね。だから長年痛んでると脳の方がその多分条件反射をカットするんですよね。はぁ、うん、この後痛くなるからなんかもう出すなみたいな、よだれ出すなみたいな、そう、あ、もうやめとこうかなみたいな。そうなんです。あのもともとその三叉神経が強く出てた時期もゆっくり、あの酸っぱいものとかじゃなくて、うん、何か食事をしとけばそんな強くは出なかったんで。あー、そう、うん、自然と。だからあの人間の体って本当にすごいもんで慣れていくんですよね。はい、そうなんですよね。やっぱりもうじゃあね、瀬戸っちだけのあのこう何か回路があるんですよ。できちゃったんですよね。できちゃったんですね、うん、でそれがいい方向にこう動いていて。そうですね、そういう間の中で、まあ、友達と、まあ、遊んだりとか、やっぱ友達の力ってすごく大きくて、僕の場合は、まあ、まあ22歳で舌がんって、まあ同じ人って出てこなかったんで、うん、今まで、うん、まあ孤独感っていうのは強くあって、うん、でまあそういう孤独を、まあ、友達が、まあ、埋めてくれたりとか、うん、まあある時はまあそれが恋人であったりとか。おお、そうだ、うん、そうよ、恋人もいたわよね、うん、だからすごい力、当時はもうみんなにありがとうっていう感じです。あら、いいお話じゃないですか。そう、もうやっぱりね、よく言うけど一人では生きていけないって言いますけど。そうですね、本当にこの大変な時、うん、まあ、家族もそうだけど友達、まあ、恋人だけど、うん、そういう周りにいる人たちの力っていうのがね、本当に力になります。本当にそうなんです、うん、それをやっぱりね、何年も経つとね、忘れちゃうみたいな、いけませんよそれ。はい、そうですね、いけませんね。私は、はい、自分に言ったんですけどね、はい。はい、はい、お互いに忘れないように、はい、頑張りましょうね。はい、はい、それじゃあ、まあ今週はまた来週。